新宿高島屋で始まった茨城フェア。注目されているのは今月ブランド化されたばかりの常陸の国しらすです。口に入れた時のその弾力性であったりプリプリ感がまあ最高の本当に新鮮なしらすの味でございました。知名度がなく地味さが課題だった茨城のしらす。こちら茨城県大洗港の生しらすがただいま届きました。生しらす、はい、どうぞいらっしゃいませ。はい、お客様、生しらすいかがですか。高島屋の生鮮担当者も漁に同行して入手した新鮮な生しらすを特別販売し鮮度を猛アピールです。この度茨城県がブランド化するですね、常陸の国しらすを私どもで取り扱いさせていただいてその美味しさをお客様にお届けしたいと思っております。茹でたり干したりするとひらがなのしの形になるのが新鮮な証拠だというしらす。担当者はしの字率を 95% 以上に高め他の産地に負けないブランドに育てたいと意気込みます。